はい、野田鎌田学園杉並高等専修学校の皆さん、日曜サワヤンゲームズでした。しゃどう、この滑舌の良さ。さあ、本日も集中してやっていきたいと思います。さあ、カカスタートということで、ここはね、もう吉崎ツオは確実に打開を狙っていかないと、話にならない。そういったコースでどけよ、お前ふざけやがって、邪魔虫が。はい、ということで、秋山マンマンがいるじゃねえか。さあ、皆さん、秋山マンマン合流しておりますということで、仲良し行為して一緒に落ちてんじゃねえ、バカ。もっと前行こうぜ。はい、ということで、メダルを取りたいんだが取れない。しっかりテルサ使って、ちょっとあんま離されすぎんのもよく、うわ、ダブルスター強っ強すぎ、笑った。もう使っちゃって、ただこれもうキラー引かないと、キラー引くゲームなんで。はい、来たー、はい、来ました。もうこれで、うん、裏がキノコ3つっていうのがちょっと引っかかるところではあるが、まあ多分、うん、いけるでしょうってことで、ガンガンいきたいと思います。このまま最後ここら辺でね、よくね、雷降ったりするんだよね。ただまあそんなこと気にせずに、 いつもの足をする。とにかく総力でどんどん前方にインコースがっつりさして、上がっていくと。もうただそれだけ。ここはもう総力勝負、今までの練習の成果を見せるところ。さあ、ここでドリフトかまして、メダルも10枚にしていって、オッケーオッケー、完璧に、オッケー、9位まで浮上してきた。素晴らしいんじゃない。さあ、あとは雷がこのまま来なければ、いきなりまた確定数決まって、サワヤン最強ってことになる。はい、いきますよ、皆さん。さあ、あいつはなんだ、あれスターか。さあ、使います。いけ、さあ、いくぞ。コマ1位を取りたい。いきなり雷来てくれたらもう激アツなんだけどね。まあ、来ないんだよね、意外と。さあ、秋山マンも抜いて、さあ、國學院久我山とともに、うわ、だから強いな、裏スターは強えんだよ。うん、まあ大体これはこうなってくると順位はもう5位という安定的なものになってしまう。しょうがない。はい、オッケー。まあしょうがない、やっぱ裏スターが強い。ただまあ5位まで戻ってこれたのは、まあ成長の、うん、証なんじゃないかなと思います。はい、ということで本日もね、最後までご視聴のほどよろしくお願いいたします。もしかしてこれちょっと透けてるかもしれないな、このタンクトップ。はい、ということで、第2レースは、チクチクロック。あー、チクチクね、やっぱりここチクチク、うん、し合うコースなんでね、いっぱいこうかチクチクし合って走っていこうじゃないか。最後まずはゴリラにこれ肘られて落とされる可能性があるから、落ち着いてこのまずメダル1個回収して、でこのアイテム取りたいんだけど、まあ、取れない。もうインコースげーんばりがんばり決めていく。うん、やんわりなのかがっつりなのか、その微妙なところがんばり。うん、これは新しい用語でございます。さあ、シングルアイテムしっかり取って、緑コーラ携えで、ここ下から行った方が早いんですね。下から行きます。で、ここの乗って乗ってで乗って乗ると、あ、乗れなかった。さあ、ただシングル取れてるで全然よくて、せっかくいい走したのに。さあ、ここは、この針でこのように、最近実況者でめっちゃ見て勉強してたショートカッツだったのに、とりあえず投げとこう。誰かしら食らっとけって感じ。当たんないか。誰かしら当たるっしょ、あれ多分。ラッキーな。ラッキー、あいー。なんか停止してるザコがいたから、そいつは縛りといた。さあ、これで、危ない危ない。さあ、キノコ使って逃げると。で、このように、逃げていきます。で、これダブルアイテム絶対取って、バナー避けながら、きた、雷引いたな、熱い。さあ、このままガンガンいく、ガンガンいく、ガンガンいく。これは、これもガンガンいく。ガンガンゲーですね、これは。さあ、アイテム前で、青コーラは違うだろう。さあ、ただもらいキノコしながら、いいね、ダブル取りたかったんだけど、さあ、これジャンピングアクション決めて、さあ、テレサがなかなか速いんだよな、1位の。さあ、ここで、メダルがまだ7枚。さあ、アイテム1個取って、キノコ3ついいよ。赤コーラ俺だね、これは。最悪、ただこの、うん、ボムを買いくれたのはでかい。さあ、ダブル取って、後ろキラー来てる。あー、当たると思った、今。くっそ、マジで。役立たずどもが、マジで。さあ、でもちょっとでも順位上げたいな。まだ9位か、きついなこれ。ダブル取れなさそう。シングル、さあ、キノコ3つ、いいね。
いけ、ちょっとでも上、ちょっとでも順位上。よし、さ、キノコもう一個使って、ここで飛んで、どう？7位？いやー、レベル高い、レベル高いわ、勝てねえわ、くっそ、マジで。ただ、空き家マンマンにはまだいっぱいもしてない、俺は。さあ、次のレース行こうか。はい、てことで、第3レースは、ミュージック・パーク。ああ、嫌い、このコース。一番嫌い、一番難しい、一番技術求められるコース。だから俺はいつまで経ってもここうまく走れない。カカスタート。そういった悩みを抱えてるやつはきっと俺だけじゃない。さあ、ってことで、このように、風もらいながら前方に浮上していきたい。さあ、もう一回風ちょうだい。さあ、2回風もらって、もう一回ちょうだい。もらえないから、ちょっとこうキノコ使って前行く。ちょっとブレーキ踏みながら、オッケーオッケー。今の立ち回り非常にうまかった。このように、2位に位置づけてる。ミュージックパークで2位に位置づけてます。これぶん投げても1個ちょっと使っちゃう。早く決まれよバカ。あ、うわ、あいつまた停止してんな。シティリーっていうのは全然決まんないんだよね。こいつちょっとヤバいやつかもしんないな。ヤバいな、バカボコられてんだけど。しっかりこれ止まるべき。止まって、さあ、ダブルアイテム交換して、もうキラー使って、とにかく前行かないとヤバい。もう差がすごいのよ、ほんとに。さあ、ここで止まられると結構ややこしいんだけど、まあとりあえずシングル取って、この後ここら辺で入っていきます。で、またキラー引いた。 OK、 いいよ、まだ挽回効かず。さあ、すぐ使ってアイテム取ってほしい。 OK。 さあ、そろそろ雷降ってもいいんじゃないかなっていうところなんだよね。さあ、無限引いた、無限使っていく。さあ、無限を使って蹴散らしていく。さあ、8位まで戻ってきた。さあ、また使う、すぐ使って、ワンチャンなんかいろいろ荒れてくれればいい。さあ、4位まで戻ってきた、いいね。で、ここで、あ、押すな、ダブル取って、でかい、しばく当たんないか。さあ、ガードして、赤コーラどんだけいるんだよマジで、しばか。ちょ、こいつやばい、シェフチンコキモいマジで。あ、ダブルアイのおかげ取れて、うわっ、小錦、うわっ、琴衝撃に最後やられるのはマジでかい。結局くそ、琴衝撃がマジで全部あいつのせい、全部あいつのせい、マジで琴衝撃が。はーい、でも第4レースは猿の惑星ジェネシス。かっこよく言いましたけども、全然ここね、もうクソなコースなの。ここクソすぎるコース。最初大体あのジャンピングアクションするとこで落ちるという、あのお約束がございますので、いきますね皆さん、ここへ。これ絶対落ちんの俺、今日落ちないんじゃない。今日調子いい、今日落ちなかった。ちょっと待って、本当に危ない、風ちょうだい。プネギリ耐えた、珍しいレアな現象が起きた。さあ、これダブル取れる、 OK。 さあ、ダブル取れたのはでかい。ちょっとこれぶら下げといて、ここはちょっとそのまま回していくわ。そのまま回していって、ここでジャンピングアクション決めながらドリフトかますと。オッケー。で、このようにインコースバーンジャリ。ザゴッ。バンバンつって1個交換する。で、このトリプ。だからー、あ、これ投げちゃおう。意外と当たんじゃね？はい、飛距離しばいて。オッケー。一気に。うん。うわ、危ねえ。よし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 。避けた。全部避けた。で、アイテム取って2位。オッケー、キノコ取って、これちょっと取っとくわ。赤コロ来たらどんまい。うわ、無駄！うわ、赤コロじゃん。やばい、ちょっと早く青コロ投げてくんねえかな。うわ、これもうしょうがない。1個使ってリカバリーキノコで。しばく！オッケーオッケーオッケー、しばいて2位の座を死守してる。まだいけるぞ、メダル取って。ジャンピングアクションしながら、さあ赤コロも来ない。さあ、オッケーオッケー。メダル1枚取ってインコースブーンザリ。決めて。ダブルアイテム取って、さあ投げ来る。あー、いいね、クラクション。さあ、あと青コーラ待つだけ。多分ボムとかあるね。オッケーオッケー。あ、でも相手もクラクション持ってんだ、多分。あれ、相手クラクションない、多分。たこ焼き、たこ焼き何持ってる、あれ。
使うか使って、ケツ防御しながら、ほら、オッケー来た。メダル落ちてる。よっと1位。え、いける、マジで。次こそはついにこのコース俺攻略する。もう、うわ、なんで、あ、でもめっちゃ差離れてる、めっちゃ差ついてる。これはいける、マジで。ついにジェネシス攻略、ジェネシスを攻略する男、いける、マジで。さあ1コース、ガッツリ決めてダルコカする。来た、はい、決まる。オッケー、ボム、もう勝った。これは絶対勝った。えぇ、はい、てことでね、猿の惑星ジェネシス、攻略した、したつもりだった。ただ、あそこで、謎に、ボム兵が、仕事せずに赤コーラ直撃するというね、謎の展開が起こってしまったことにより、確定演出、またしても台無しでございます。てことで、切り替えて、うん。またね、精進していきたいと思いますので、これからもよろしくお願いいたします。ということで、本日ね、デスターボックス引いていきたいと思います。本日のデスターは、抽選。はい、いただきました。2675番。はい、いただきました。御殿場西高校未来創造コース、1年4組。やばくね、コース名かっこよすぎでしょ。未来創造だって、もう俺憧れる。俺もそれで、俺そのコース入ってたら一生友達ね、自慢すぎる。俺未来創造コース、お前の未来俺が想像してるみたいなね、かっこよすぎる未来創造コース。ってことでね、御殿場西高校呼ばさせていただくんでね、お見ましなよろしくお願いいたします。ね、動画面白かったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。またね、10時のゲーム実況動画でお会いしましょう。わあ。